パはここは嫌い？リオはここが大好き。だってパパに会えるでしょ？ナリナに会えるでしょ？それからいろんな人が笑ってるから。シド、リオをこっちに連れてきてください。お腹がいっぱいになって眠くなってしまったんですね。かわいい寝顔です。そうかもしれませんね。そもそも子供にはお昼寝が重要だと言いますし。シド、リオも眠っていますし、一つだけ聞いてもいいですか？シド、あなたは一番大事なものというのが何か、もう気づいているのではないですか？ありがとう、シド。大切にするからね。やはり、そうでしたか。シドは優しいですから、きっとまた誰かのことを考えて、誰かを傷つけたくなくて心を痛めているんでしょう。そうですか。でも私は信じています。指導は必ず一番いい答えを選んでくれると。それでも指導は最後にきちんと選びます。今までそうして誰かを救ってきたように、私にそうしてくれたように。悩むかもしれません。力不足だったと考えてしまうかもしれません。ですが指導はずっと正しい選択をしてきました。それは私が保証しますから。そういうわけではありません。ですが指導のことはよく見ていますから。指導はいつでも誰かのために一生懸命ですから。そんな指導にみんな惹かれているんです。だから私はみんなを代表して約束します。私はあなたがどんな選択をしてもそれが正しかったと信じます。信じています。どういたしまして。これも良妻の務めですからね。はい、私は指導のマリアですから。